松野官房長官は先ほど岸田総理大臣があす入院し全身麻酔で慢性副鼻腔炎の手術を受けると発表しましまた。岸田総理は慢性的な鼻づまり等の症状の原因となっていた鼻たけを伴う慢性副鼻腔炎等に対処するためあす都内の病院において内視鏡による手術を受ける予定です。 全身麻酔下で行われるためその時間帯は私が総理の臨時代理として職務に当たることになります岸田総理はあす手術を受けその日のうちに帰宅し週明けの13日から官邸での公務に復帰する予定です今後検査のため複数回通院することになるとしています